しいから。マリンフォードに襲来した白ひげ海賊団にインペルダウンを出したルフィたちも加わり、海軍桜花七部海との全面戦争が続いていた。白ひげと共にエース奪還を目指すルフィは、度重なる激戦で体力の限界に達していたが、イワンコフの応急処置によって持ち直し、決死の覚悟で進み続ける。一方、処刑台の上には戦争の様子を一人見下ろすエースの姿があった。自分のために命がけで戦う親父、弟、そして多くの仲間たち。エースの目から自然と涙がこぼれ落ちる。しかし処刑の時は刻一刻と迫っていた。エースー、必ず助けるぞ。待ってろよ。諦めんじゃねえぞ。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。くそったれ。夜と年並みは超えられんか、白ひげ。
全員で白ひげの首を取れ。おっさんに向かってる。いいか、あなたは前だけ見てなさい。ジョギーダンへの一番バタ足に任せて。これスジャの反撃や。もう諦めんかい、白ひげ。誰に物言ってやがる。おりゃ、白ひげだ。ニューカマー剣法の気分。ワン、見せてあげたべる。何やろう。ねえ、白ひげと組むのか。いるがよい。俺は誰とも組みはしねえよ。行け、バシリスタ。奴らを処刑台に近づけるな。エースさん、待っとれよ。これでどうじゃ。わらわを誰だと思うておる。社長命令、一旦海軍を敵とする。海軍の好きにはさせねえよい。お前らの思い通りにさせてたまるかよ。
下に打って追い込め。すんじゃねえよ。
敵を一掃するのよ。そこのものハッそこのものハッそこのものハッビルがよりスレイムハローハわしゃ海軍本部中将じゃ。お前が生まれるはるか昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくばわしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵といなさ。貴様も人の親だ、ガープ。待て、私が逃がすと思うな。戦国を私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩される。起きるぞ。撃て、処刑台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。ルフィ。
麦わらボーイ、エースボーイ、こっちはバタ足に任せて早く行きな。これ以上ここにいてやる義理もねえか。なぜ撤収するぞ。簡単には逃がさねえよ。あいつを倒さねえと逃げられねえな。これでどうじゃ。あてるデブル。わらわは何をしようか許さねえ。俺の能力で溶かしてやる。エースさん、わしは援護する。これでどうじゃ。海軍、邪魔はさせねえよ。
気で逃げられると思うじゃるんか。めでたいの。もうダメ。無事を祈ってみるわよ。本当にここまで来るとはな。これでどうじゃ。そうよ。わらわどけよ。これでどうじゃのはずじゃ。
りだよい。大宴会放ったれが一気白ひげは敗北者として死ぬ。御御山の大将にはあつらえ向きじゃろうが、白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しとりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。そうじゃない。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん危ない。レイゴー、オンドレイ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ。すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらい分かる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだエース。死ぬのか。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。
さないよ。そう、わらわが美しいかな。これで。守り、親父が認めた男を俺たちが新しい時代に送って、戦いはこれからじゃ。逃げ道を封じてこい、パシビスター。海賊どもを追い込め、最後の一人まで叩き潰せ。脱出地点を制圧されては終わりじゃぞ。パシフィスタを止めるんじゃ。
だ。てめえだけは息子と呼べねえな。命を取って俺がけじめをつける。すまん。ここのものティーチ、貴様どういうつもりだ。七部会の称号はもういらねえ。もう用済みなんでな。ゲハハハハ。もうこうなっちまうと正義も悪もありゃしねえな。おいドフラミンゴ、俺に用があると聞いたが。ああ、大事な伝言がある。上からのな。これでどうじゃ。すまん。俺の時代がもうすぐ来るんだ。邪魔しねえでもらうぜ。わらわに向けて邪魔しないで。俺が相手になるぜ。そなたの体を固くする。これが白ひげの力だ。覚悟しろ。容赦ねえな。あるわけねえか。家臣、軽率、おめえの弱点だ。闇は引力、全てを引きずり込んでやる。おめえじゃねえんだ。ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる。たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇の身の力。そしてあの構え、親父の能力。いやー、全てを無に返す闇の引力、
全てを破壊する自信の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。このマリンフォードでも沈めていくか。道の野郎、よくもおやじよ。わらわの美しさに。これでどうじゃ。ハッピューアーレベル。でも、わらは怖い。任せろより、そこのもの任せろより、どいてろより。
誰も俺を止められねえ。全てを壊し飲み込んでやる。海賊という悪を許すな。置いてきなよ、麦わらのルフィをさ。どこまでだ。もうやめましょうよ。これ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。数秒無駄にした。正しくもない海兵は海軍にはいらん。言ったんだ、言いたいこと悔いはない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、この世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。アギ、それとルフィ。ん、麦わら。お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ、いや黒ひげ。やめとこう、まだ時期が早い。全員、この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはジンベイ、ロー、ハンコックらによって助けられ、アマゾンリリーにかくまわれる。ローの治療でどうにか一命を取り留めたルフィだったが、エースを救えなかったことで心に大きな傷を負い、自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君、ここへ行け。一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前様は見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ。次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。うもう何も見えんのか、お前には。どんな壁も越えられると思うておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。
ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。仲間がいるよ。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、俺には仲間がいる。俺たち集合場所があるんだよ、行かなきゃ。すぐ開いて、あいつらに開いてよ。おお、ルフィ君、早速会えてよかった。ヘイリーのおっさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは？いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。振り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。了解。そうか、ルフィ。わかった、わかったぞ、ルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島へ。見事じゃ。